D1A4 ジニョン、契約終了の心境を告白。ファンの皆さんの愛、忘れません。写真イコールテレビレポート DB1A4 のジニョンが、現在の所属事務所との専属契約が終了した中、ファンに自ら立場を明かした。ジニョンは昨日、7日、自身のインスタグラムに、ご心配いただき、励まして、いただいたバナ、ファンクラブ名の皆さん、本当にありがとうございます。この7日間、たくさん考えて悩みながら、バナの皆さんが残してくださった書き込みを、毎日一つ一つ読みました。この7年間、B1A4 を守ってくれたバナの皆さんに、何行かの書き込みだけでありがた。さと感謝の気持ちをすべて伝えられるでしょうか、で始まる、長文の書き込みを掲載した。書き込みでジニョンは、B1A4 はファンのものだとし、バナの皆さんが B1A4 を忘れず、愛してくだされば、その時期、何ヶ月後でも、何年後でも、B1A4 はより素敵な歌とより成熟した姿で、再び皆さんのところにやってくる、と約束した。希望拷問、相手に希望を持たせ、苦痛を与えること、ではなく、希望、になれるよう努力するという誓いも付け加えた。これに先立ち、先月30日、B1A4 の所属事務所である WM エンターテインメントは、公式ホームページを通して、ジニョンとバロの専属契約が終了したことを知らせた。死ぬ、サンドゥル、ウォンちゃんは再契約を完了した。D1A4 ジニョンインスタグラム全文、こんにちは。D1A4 のジニョンです。ご心配いただき、励ましていただいたバナ、ファンクラブ名の皆さん、本当にありがとうございます。この7日間、たくさん考えて悩みながら、バナの皆さんが残してくださった書き込みを、毎日一つ一つ読みました。この7年間、B1A4 を守ってくれたバナの皆さんに、何行かの書き込みだけでありがたさと、感謝の気持ちをすべて伝えられるでしょうか。私は、B1A4 は誰かのものではないと思います。B1A4 はこの7年間、僕たちを応援し、支えてくださったバナの皆さんのものでしかありません。皆さんがいたからこそ B1A4 が存在し、歌うことができました。バナの皆さんが B1A4 を忘れず、愛してくだされば、その時期が何ヶ月後でも、何年後でも、B1A4 はより素敵な歌とより成熟した姿で、再び皆さんのところにやってきます。希望拷問でもいいというバナの皆さんの書き込みを読んで、心が痛くなりました。希望拷問、が、拷問、ではなく、より明るい明日を夢見る、希望、になれるように、私ジニョン、本当に一生懸命努力します。いつどこに立っていても、より素敵な音楽とより素敵な姿で、バナの皆さんのそばにいます。バナの皆さんの愛、忘れません。愛しています。ありがとうございます。#B1A4#バナ。